どうもこんばんは、NMです。今回は初心者向け解説第2弾、キャラ育成編の方を行っていきたいと思います。初心者の方、参考にしていただければ幸いです。まずキャラクターには3つ育成する部分があります。1レベル、2武器レベル、3熟練度です。まずレベルから。レベルは現在最大で80まで上げることができます。レベルを上げることで体力、攻撃力、防御力の3つを上昇させることができます。レベルアップの方法として、クエストクリア時に得られる経験値や強化の書を合成する方法があります。まあ効率的にも強化の書でレベルを上げるのが一般的だと思います。次に武器レベル。グールならカグネ、捜査官ならクイン系、そしてカグネもクイン系も使用しないキャラクターは素手やバット、ペンチとキャラクターによって様々です。武器を強化することでアタックポイントや武器耐久値の上昇、そしてアビリティが解放されます。キャラ1体が持っているアビリティは4つです。それプラス固有アビリティというものがありますが、それは後で説明します。アビリティは状態異常効果を無効にするものから、ある属性に対しての攻撃力アップなど様々な種類があり、キャラクターによっても様々です。レベルが上がれば上がるほど、よりレアリティの高い素材が要求されます。強化素材は工場クエスト、正しくは事件ですが、そこで周回することにより集めることができます。しかし土日限定で発生する素材クエストを周回した方が効率はいいです。強化をする際、グールはグールの強化素材、捜査官は捜査官の強化素材が必要ですが、それに加えて共通の素材が必要になっています。おそらく初心者の方はこの素材をどこで集めるのかわからないと思います。手段としてフレンドガシャを回して集める方法がありますが、効率は良くないです。占領戦で駆逐や最強降臨などを周回してドロップする交換チケットを貯めてショップで交換することができます。それが一番効率がいいでしょう。特に最強降臨が出現した際には全力で周回することをおすすめします。次に熟練度。熟練度は最大 100% まで上昇させることができます。熟練度を上昇させることでスキルレベルの上昇、そして攻撃するたびに派手なエフェクトが出るようになります。 20% ごとにスキルレベルが1上昇し、 80% でスキルレベルがマックスになります。そして 100% になると固有アビリティが解放されます。解放するまでが長いですが、非常に強力で一気にそのキャラクターがパワーアップします。固有アビリティを解放させることでそのキャラクターの進化を発揮させることができます。また熟練度を 100% にすることでキャラクターアイコンの周りが様々な色に輝くエフェクトがつきます。このエフェクトはフェスゲンキャラだけではなく、プレミアムガシャのキャラにもつきます。熟練度の上げ方ですが、同じキャラクターを合成するか促進剤というアイテムを使用する、この2つになります。ではどちらがいいか。基本的には促進剤は入手するのが困難です。ショップで月に20個まで、そして占領戦での派遣報酬と到達ポイント報酬で回収できます。あと強襲でも回収できますが、強襲はスタミナに制限があったり、まあ、ドロップする確率が低かったりと、まあ、効率はいいとは言えません。毎月20個促進剤を回収するのに SSR だけで計算すると20体分必要ということになります。もちろん SR やレアでも RC ポイントは貯まりますが、 SR は SSR の10分の1の RC ポイントしか手に入りません。占領戦での回収は到達ポイント分は全部回収できても、派遣ドロップはやはり長くプレイしている人の方が多く獲得しています。所持している派遣キャラでドロップ率アップ効果持ちが多いなどが理由です。ですのでピックアップキャラが確定で手に入るガシャ、最近の例で挙げますと死神ハイセや魔炎黒犬ピックアップのリ・インボークフェスですね。しかも途中のステップでも排出確率が上がっているので、運が良ければかなり効率よく熟練度を上げれるでしょう。なので個人的にはキャラ合成がおすすめです。しかし長い目で見て石の節約を考えるなら、占領戦でコツコツ回収しつつ促進剤で熟練度を上げる方がいいです。スピードはその代わりかなり遅くなります。前回の動画で核宝石についてのアドバイスを載せていますので、そちらも併せて参考にして、検討してみてください。以上がキャラ育成についての解説とアドバイスになります。どうでしょう、分かりやすかったでしょうか。もし不足等があれば気がついた方、コメント欄で補足の方お願いします。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。